Hello everyone, 留学パパです。はい、えー、LINE アットで皆さんからの個別の質問に無料でお答えしてるんですけれども、お返事を送るとですね、返信が来るとは思っていませんでしたっていう嬉しいメッセージをいただくことがあります。えー、自分で言うのもなんなんですけども、昔から結構豆をくんなので、時間差はあっても必ず全員にお返事するようにしています。えー、喜んでもらえているのであれば、僕もとっても光栄です。 ということで、今回は LINE アットに寄せられるよく聞かれる質問の中からピックアップしてお答えする新企画、えー、留学パパの高校留学何でも質問箱をしてみたいと思います、えー。もしね、好評であれば定期的に続けてやっていきますので、ぜひ感想などをコメント欄か LINE アットでいただけたら嬉しいです。それでは最初の質問いってみたいと思います。えー、高校留学はしてみたいけれども、半年や1年ぐらいが良いか。 えー、卒業留学が良いか悩んでいます。どちらがおすすめですかと。まあこれはですね、高校留学を考える時の出発点みたいな話なんですけども、留学期間ってそのまま留学の目的とつながるんですね。かなり大雑把に言うと、1年未満の留学は経験留学になります。これは読んで字のごとくで、留学の目的が経験することになります。 海外での高校生活を体験してみたいとか、現地で友達を作りたいっていう感じで、日本の高校とは異なる経験ができるのが1年未満の経験留学ですね。あまり高成績を収めるとか、単位のことを気にせずに、とにかく留学したい。そして帰国後は日本の高校を卒業するっていう人が選択する留学ですよね。注意が必要なのは、 英語力を向上させたいっていう目的で留学する人はあまり過度な期待はしない方がいいと思います。えー、もちろんそれなりに英語力は身につくんですけれども、例えば今、英検3級くらいの人が半年とか10ヶ月程度の留学をして、まあその後、大学留学とか社会に出て通用するレベルの英語力を身につけて帰れるかっていうと、まああの、努力次第ではあるんですけれども、現実的にはまず難しいかなと思います。 こういう短期間の留学をする場合、一番のポイントは、留学して何をするのかという目的を明確に持っていった方が、より充実した時間を過ごせると思います。えー、それは授業でも運動でも、えー、友達作りでもボランティアでも何でも構いません。何か一つでもはっきりとした目的を持っていけば、貴重な経験ができると思います。じゃあ次に、卒業目的の留学になるとどうなんでしょうか え、もちろん海外の高校卒業資格が得られるっていうのは大きなメリットになりますよね。その資格を利用して日本に帰ってきてから帰国制入試を利用して日本の大学へ進学するっていう人も多いですし、そのまま海外の大学へ進学するという人もいます。短期留学と比べると進路選択のこう幅はですね、広がっていきそうですよね。条件は 2年以上現地に滞在して規定の単位を取って卒業するというルールがあるので短期間の留学よりは、えー、勉強の質も変わってきますし当然英語力も底力がつくと言えると思いますよく不安な点として聞くのは本当に2年とか3年で卒業できますかっていう質問ですこれについては留学する国や学校によって多少違いますけれども目標を明確にして頑張れば可能です えー、ちなみに娘のエリンの場合は3年間の予定で留学してるんですけども実際には2年半で卒業単位のね取得ができるようです要は真面目にコツコツとやっていれば大丈夫ということですねこういう人は少ないと思うんですけども間違っても日本より楽しそうだからっていう理由だけで、えー、卒業留学を目指さない方がいいですよあくまで自分の夢や目標のための努力は惜しまないっていう人は大丈夫という話ですからね 今回短期留学と卒業留学のどちらがいいかっていう質問に対しての答えなんですが留学する目的をはっきりさせようっていうのが一番大切なことになりますもちろんそれ以外にも費用のことなどね心配している人もいると思いますでも出発点として自分がどうしたいかっていうのを明確にしないと次には進みませんよね さらに突っ込んだ部分については皆さん個々の状況によって違うと思うのでぜひラインアットの方で相談してもらえたらと思います、えー、ただし一つだけお願いがあります残念ながら留学パパは皆さんのことを何一つ知りません知らない状態で質問にお答えしようとすると一般的な話しかできないんですねなのでぜひ質問の前に今の皆さんの状況例えば英語力や成績のことだったり留学してやってみたいこと え、留学経験を将来どう活かしたいかとか、あと家族の応援は得られているのかとか、具体的に教えてもらった方がお答えがしやすいです。ぜひご理解くださいね。それではまた次回の質問箱でお会いしましょう。See you next time!